はい、よろしくお願いします。今回は高校受験対策の関数シリーズ第34弾お送りします。で、今回ね、この3問やりますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。ではね、早速問題下げますので、問題じゃない、画面下げますのでお待ちください。行くよ。よいしょ。ほっ、この辺でいいかな。もうちょっとだね。この辺かな。よし、じゃあ行きましょう。で、問題はね、いつも通りツイッターとか、自分のホームページの方にも貼っておきますので、よかったら使ってみてください。で、今回ちょっと珍しいんですけど、いつも、まあメールとか、ツイッターのリップとかでね、この問題の解き方を教えてくださいなんていうのをよくもらうんですが、今回それを使わせてもらいました。で、3番に関しては、その、もらった答えの解法、解き方とちょっと違うので、もしかしたらね、自分の説明よりもっとわかりやすい方があるかもしれないんですが、まあ気になった方はちょっとコメント欄とかで書いてみてください。では、まあ情報少ないんですけど、ABC の座標書いてあるので書き込んじゃいましょう。A が、3の1、B が、マイナス1の3で、C がマイナス6のマイナス2と。で、行きましょう。で、まず、1番が BC の中点 D の座標を求めなさいと。まあ、中点この辺ですかね。です。で、中点の出し方。まあ、これはね、よく使うので覚えておいてください。ちょっと大きくしようか。出し方っていうのは、今 BC、B と C の中点なので、それぞれの X 座標を足して2で割ります。これが中点ね。だから、マイナス1とマイナス6を足すと、マイナス7。それを2で割る。まあ、2分の1を、2分の1した。おい、下に2をつければいいと。だから、マイナス2分の7です。これめっちゃ噛んだ。こうなる。で、Y 座標も3と2、3とマイナス2を足して1。それを2で割るから、2分の1となって、これが答えになります。中点の出し方これね、ぜひ覚えておいてください。なんか面積半分にするときとかよく使うからね。で、一応書き込んでおきましょう。マイナス2分の7の2分の1と。で、2番が2点 BC を通る直線の式ですね。まあ、この BC を通る式を出したいと。で、まあ、これに関しては傾きから出した方がまあ楽っちゃ楽なんですけど、まあ、自分がよく使う方法 Y イコール AX プラス B を使ってやっちゃいましょう。直線をね、求めたいんで、使うものは Y イコール AX プラス B です。で、B と C っていう2点通るところが分かってて、それぞれの座標もちゃんと分かってる。だから、マイナス1の3っていうところを通るんで、マイナス1と3を代入します。3イコールマイナス A プラス B。そしてもう一個。これも代入します。マイナス2を Y、マイナス6を X に代入すると、こうなる。で、これを連立方程式で引き算で解くと、A が1となります。で、まあ、どっちかに代入すると、B は4と分かるので、A と B 戻してあげて、直線の式は、Y イコール X プラス4。間違ってもね、1X って書かないようにしてください。これが直線の式。まあ、一応これも書いておきましょうか。こいつね。Y イコール X プラス4と。で、まあ、ここまではいいんですよ。ね、ここまではいいと。で、問題が3番なんですよね。で、まあ、よく出てくる、面積2等分、三角形の面積ね、2等分するんですけど、これが、どっかの頂点を通るっていうのが一番オーソドックスです。例えば、B を通るような、直線で、面積を半分にしたい、三角形をね。そしたら、ここを通るって決めてたら、AC の中点、ちょうど半分、底辺を半分するところを見つけて、B とそこを通る、直線ってやれば、まあ、倒せるっていう、すごく有名なタイプの問題なんですけど、今回は、原点 O を通んなきゃいけないんで、中途半端なところを通らせるんですよ。だから難しい、この問題。やりにくいですね、ちょっと。で、まあ、なんか、その、問題のね、もらった解法に関しては、ちょっと、透析変形とか使ってたんですけど、自分がやった方法にちょっと紹介します。で、俺は最初、中途半端のとこめんどくせえなと思って、まあ、座標出てるし、これ面積求められるかなと思ったの。三角形 ABC のね。で、まずそれの求めに行きました。た
ただし、中学校の範囲で、こういう、なんだろうな、直線、あと、X 軸と Y 軸を使ってない三角形はいきなりは出せないので、切っていったの。分割してね。で、どこで分割するかっていうと、まず、OB を結ぶと。で、まあ、三角形 OAB 出そうかなと。まあ、ここもさ、ここで切る必要があるんだけど、こうやって。基本的に X 軸と Y 軸で切ってもらえれば、そこが一辺になれば三角形の面積出せるからね。だからまあ、細かく分ければ、1、2、で、ここも分ける。3、4って分けに行ったの、自分は。ちょっと番号振ってみようか。1、2、3、4と。まあ、周り黒いかもしんないけどね。で、これ問題番号と被っちゃって申し訳ない。3番やっていくと、じゃあちょっと面積出しますと。で、1番と2番を出すためには、ここの座標が必要なの。これが底辺になるからね。でも、3の1とマイナス1の3を通るって分かってるから、まあ、直線の式は出せると。さっきと同じね。y イコール ax プラス b があって、まあ、それぞれの座標を代入する。そうすると、1イコール 3a プラス b、こっちね。と、3イコールマイナス a プラス b と。で、これはま、解いていくと。そうすると、a イコールマイナス2分の1かな？ま、ちょっと暗算したけど大丈夫かな？合ってるよね。で、b が、2分の5だね。ってなるから、この直線の式は、y イコールマイナス2分の 1x プラス2分の5ってわかります。まあ、欲しかったのは直線の式じゃなくて、ここの座標が欲しかったんで、まあ、切片分かったと。ここは y 軸とぶつかってるとこだから、切片の座標がそのままここの座標になるからね。だから2分の5になる。つまり、1番の三角形の面積は底辺2分の5です。で、高さはこの部分だから A の X 座標3の1だからね。だから高さ3ってわかるんで、底辺かける高さかける、まあ、三角形忘れずにね、2分の1して4分の15ってわかる。1番の面積ね。で、同じように2番やっていくと、2番の三角形も底辺2分の5です。で、高さはこっちの部分。B の。B はマイナス1の3だから、ここが長さ。でも長さにマイナスがないんで、1を高さにすればいいから、底辺2分の5、高さ2分の1、で、公式だから2分の1かけて4分の5と。まあ1番2番出ました。で、まあここね、くっつければ三角形 OAB、まあ足すとね、4分の20なんで、面積5ってわかりますと。いい？で、3番行きましょう。で、3番は、まあ、ここがね、この Y 軸じゃねえ、ごめん。X 軸の部分が底辺になるんで、ここの座標が欲しいんですよ。でも、今直線の式、Y イコール X プラス4って出してるんで、ここってさ、X 軸の上乗ってるから Y 座標0なのね。じゃあ、Y に0代入すれば、これも4持ってくればさ、X イコールマイナス4ってすぐわかるから。で、まあ、さっきと同じで、長さにマイナスはないんで、底辺4で計算します。4ね。4、高さは、マイナス1の3が高さ、今度。マイナス1の3だからね。だから、底辺4かける高さ3で、こうして2分の1ってやると、ここが6になる。3番ね。で、もう一丁。4番やると、これも底辺同じく4だと、ここでね。底辺4。で、高さはここなんだけど、C はマイナス6のマイナス2。高さはこっちだから、今。だから2になるんで、2×2分の1と。で、4になったの。で、全部で15なんですよ。三角形 AOB 足すとね。でも、これで今どうしようかなって考えたんですけど、思ったのは、まあ、この問題さ、ただ私立高校の、有名な私立高校の過去問らしいんですけど、まあ、問題って繋がってるんで、中点わざわざ出さしたんだよね。てか、絶対使うんだよ、大体。問題の流れ的に。じゃあ、こいつ使ったろうと思って、ここに引いたの。補助線を。OD に。そうすると、OD ってさ、BC の中点じゃん。ってことは、三角形 OBC を半分にするのね、面積的には。だって、ここの底辺半分にしてるからさ。で、OBC って今ここなんだよ。こっち、三角形 OBC。で、これ10なのね。で、それ半分にしてるから、ここの面積、ここね、ちょっと色変えようか。黒でごめん、使っていい？ここって面積5なの。で、ここで気づいた。これ5じゃん。
ここさっき出したらここも5だったんだよ、面積。ってことはさ、5と5が、おい、手が合ってね、5と5があるんだから、残った、ここの三角形の面積半分にしてくれればさ、全部の面積半分じゃん。5と5で、ここは固定されてるわけだから。あ、じゃあ、BD の中点を通るような直線にしたら半分じゃん、面積。と思ってそれで出しました。自分はね。で、結局、BD の中点、さっきと同じです。中点求める必要があるんで、ちょっとインクがまずい。BD の中点は、それぞれの X 座標を足すと、マイナス2分の9。それを2で割るから、マイナス4分の9です、X 座標。で、Y 座標も足すと、3と2分の1で2分の7。それを2で割るから、4分の7になればいいと。で、それがこの中点。で、ここを通って原点でしょ。原点通る直線だから、まあ、直線ね。原点通るとき比例なんで、Y イコール AX だと。で、それに、この二つの座標を入れて、Y 座標に4分の7、X 座標に、マイナス4分の9、間違った。入れるとこうなる。これインクやばいな。こうなって、で、まぁ、A イコールにしたいからさ、両辺マイナス9分の4でかければ、マイナス9分の7とこうなります、A が。だから、A が傾き、ごめん、わかったんで、答え、Y イコールマイナス、9分の 7x と入ってる？あ、OKOK、OK, OK、これで終了となります。まあ、最初にも言ったように、もしかしたらもっと簡単なね、その透析変形の書いてあるやつとか全然楽なのかもしれないんですけど、まあ自分はこうやって解きました。まあありっちゃありだと思うんです。ちょっとめんどくさいかもしれないんですけど、まあこんな感じでやってみましたんで、よかったら参考にしてみてください。では、今回はね、この3問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後まで授業を聞いてくれてありがとうございました。今表示されている動画や再生リストの方から他の勉強内容だったり、あとはテーマを決めて喋ったものに飛ぶこともできますので、よかったらそちらも見てみてください。また、チャンネル登録や高評価していただけると励みになりますので、よかったらよろしくお願いします。では、またね、次回の動画で会いましょう。お疲れ様でした。